始まりました。ウエトチャンネル、ハロー、トキです。アホゲーグオダコー。今日は500円でオリジナル丼対決、よいしょ。今回は500円で丼、うん、丼と言ったら男の飯、そうですね、日本の飯。この丼対決を制した者が真の料理王って言ってもいいぐらいの、あ、過言じゃない。あ、丼っていうのはやっぱさ、昔からね、うん、慣れ親しんでるでしょ。はいはい。今回ですね、調味料 OK、 そしてご飯もお金に入れなくて大丈夫です。なるほど、ね。はい、それ以外のものをね、500円に収めてください。 B の人は罰ゲームをしてもらいます。罰ゲームはおでこにしっぺ、ダブルス20連発。ダブルスで20。前までは10だったんですけど、まだまだ甘いというご指摘がありましたので、ね、それではまずは買い物にレッツゴー。勝ちました。500円で買いました。ギリギリ。結構厳しいよね。でも厳しい厳しい。俺はね、気持ちちょっと余らした。じゃあ全然だ。なんでだ。まず誰が行きますかっていうことですよね。ここ大事なんだよ。僕から行きたい。はい。でもたまには結構最近見て、あ、そっか、なるほどね。最後になってて、やらかしマックスなので。やらかしマックス、ね、なんかもう最近ビデオ多いよね。そう、僕が買ってきたのはもやし、豚肉の細切れ、おーチーキム、そしてこれが一番重要、卵と鶏ゾース、丼にご飯。丼にご飯、ご飯、これが僕の支度です。500円だとやっぱこのぐらいの仕方になる。本当にそう、本当にそう。これでギリ。いきまっせ、いきまっせ。おまだでした、まだでした。全然いけないじゃないかよ。じゃあまずね、フライパンに火つけて、で今回時間大丈夫でしょ。まあね、時間制限はない。時間制限はない。で豚キムチ作るところはマジで面白みないから、うん。あと2分です。おお、はい、肉を先に焼きます。うわー、もやしを入れます。あ、洗ってですね。はい、綺麗に洗います。うわ、うまそう。ちょっと醤油、ちょっとしんなりしてきたんで、はい、この間にキムチを取って入れちゃいます。わ、キムチうまそう。あ、これ結構いい。おー、なんか、なんでなんだか、もうこれでこんなことになるの。俺の時に、俺の時に、どこにいるの。どこにしたんだから。洗って洗って洗って。ほんで、青キングの目に刺さるかと思った。俺一回刺されました。やって、また、なんか痛い、なんか痛い、なんか痛い。焦げてる、焦げてる、焦げてる、焦げてる。やだやだ、すごいやだ。今焦げて顔目に入るなんて、顔が。うまそう。強火にしていいです。なるほどね、中華料理もそうだもん。そう。そしてこの雑炊を、入れるの。見て、とろみ、これ欲しかったの俺。わ、ほら、入った入った、雑炊が。で、俺が目指したのはキムチ鍋やった後の雑炊の状態、うん、なるほどね。丼にしたかったの、はい、中華料理屋の匂いがする。めっちゃいい匂いする。ご飯を盛った丼の中に入れて完成ね。そういうこと、はい、お茶に醤油。これちょっと、結構濃いめにするんだね。そういうこと。ずんわー、あー、すごいよ。確かにうまそうだ。いや、うまそう。はい、冬はこれ、キムチ鍋の締めの雑炊丼です。ご賞味ください。確かに見た目はすごい美味しそう。たら、はっ、なるからね。うんうんうん。今までなかったですよ、一口食べた状態でのうんうんはなかったんですよ。意外と普通。あれ、キムチの味しかしない。まずくはないよ。うまい。うんうんうん、確かに美味しいんだけど、キムチ一食で味にやっぱ深みがない。このぐらい求めちゃうぐらいのクオリティだから、ただただ辛いだけでいう感じね。でもうまいよ。うまい、うまい、うまいんだけど、もっと美味しくてもいいなと。そうそう、めっちゃ食うやん、うん、言うとりますけど、ね、腹減ってんの。腹減ってる。本当だ。すごいわかる。というわけで、食べてない2人が1から10点満点で得点をつけた合計がポイントになります。はい、せーの、おお、高めじゃん。お前は豚キムチャキンを、うん、それうまいじゃん。で、味も美味しかったし。6。じゃあ合計10か。まあいい、いい出だしよ。いいね。あたすが買ってきたのは、納豆、卵、ウインナー、天ぷら粉。え、いいじゃん。全部天ぷらにすんの。できる。しょう。いきますよ。はい。まずはね。あ、目玉焼き。え、なんで、ね、目玉焼きを作るんです。丼だよ。で、あたしたいんですけど、蓋ないんで。あ、出た、殿下の宝刀。これです。まあ、それ蓋します。はい、まあこれでね、目玉焼きをちょっと作ってる間に、はい、まずは天ぷらこうね、作っちゃいます。何何、気になる。あと天丼はあるから、丼で。確かにね、オリジナルの天丼だから。かオリジナルの天丼。はい、これで天ぷらこう OK で、もうこれちょうど OK になってるんで、これ別皿に。はいはいはい、はい、で、これで第2のフライパン使います。これに油を。なんか立ってる。アンテナ初めて揚げるという調理法を考えた人は天才だと思います。ありがとうございます。
先駆者、私のパイオニア。シンプルにこれとご飯で美味しいんだから、うん、それを余計なことしてそれ以下になんないでください。やらないよ。そうだよ、ね、いけますよ。何を、え、どういうこと、この絵を、え、いく、そんな選択を入れるの。そうなの、やっちゃった。これをこうやってここからの、うわ、忘れる、怖い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 、目玉焼き天ぷら、目玉焼き天ぷら、あれ、いい感じ、いい感じ、うわぁ、ぷっくりで、ここで乗っけて油切ります。はい、次ウインナー、ちゃんといい感じ、ね、天ぷらとしては普通に、うまそうだね。で、最後いけるか、ちょっと固まらなくなる、ね、投入します。これいけるか、うわ、ほら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 、ほらね、いい感じ、いい感じ、これはダメだ。勝手にダメにすな。あ、危ない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 。これを油切ります。で、ここで水と、これでタレ作ります。あー、天丼のタレね、すごいよ、すごいね、熱したらすごいね、パワーが。タレ完成。お米にトッピングしていきます。すごい、天つゆをね、怖いな、シャバシャバシャバ、できました、朝食天丼です。はい、じゃあ食べてください。卵をちょっと黄身割ってみてよ。いきますよ。おぉ、いやいやー、半熟の、だと、つゆね、問題はどうですか、どうですか、つゆどう、え、問題は納豆だよね。天つゆご飯に納豆かけたって感じだから、ほんとそのまんま、こうそうしたりしてない、納豆いけ、ダメだ、え、ダメだ。天ぷら感がないね。スーパーまずいわけじゃないけど、まあそうだね、うんうんうん、ただの納豆だよね。いいですか、はい、せーの、4! ぴったし。あれ、俺も読んでたもん。やや悪いの4勝ってんなよ。え、なんだっけ、 13? めっちゃ上やん。私が買ってきたものは、かつお節、うどん、焼きそば、スタブルーメン、卵、ポルトチップス、そして小麦粉でございます。麺&麺やばいね。そう、一番ここ心配、麺&麺が、え、顔面作るか、顔面です、顔面は記憶から注目です。顔面大失敗。作ります。まずですね、このボウルに小麦粉入れます。いきなり小麦粉、はい、ちょん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 、そしたらね、卵を入れます。お好み焼きですか。おだ焼き、おだ焼きだ。ズーミーは、ズーミーって言ってくださいよ。言い忘れてる。はい、手間、手間、何とります。ちょっと置いてきます。そしたらですね、焼きそばをちょんって出します。何もしてない状態ね。切ります。あれ、かわいこちゃんを、かわいこちゃん、いきなりトミスターの振る舞い。そしたらここに入れます。ロロロロロロ、うえぇー、ロロロロロロロ、何ですかそれ、何ですかこれ、すごい。で、まあこれ入れました。そしたらこのうどんどん、あ、でうどんどん切ってる、うどんどんうどんもね、こうちょっと半分ぐらい使って、あ、剥がした。これ良さが、小麦粉にうどん混ぜちゃったらさ、ただの小麦粉の塊だよ。そしたらですね、ここに油を引いてですね、これを焼きます。お好み焼き、変なお好み焼きできた。ご飯、今これ潰します。これ、まあ、ご飯の上に振りかけます。お好み焼きだ、バレましたね。お好み焼きご飯、お好み焼きさん、ねえ、完全にお好み焼きよね。裏返します。はいはい、いける、せーの、おら、おら、うまそう。手のちぶ、おら、おら、おら、はい、どんどんマイナスされていくよ。でもいいんじゃない、もういいんじゃない、はい、じゃあ乗せます。この上に乗せますよ。はい、ほら、じゃあこの上にソースをかけます。あー、すごい、あー、マヨネーズね。サイダー下にあるのが怖いよね。はい、できました。で、炭水化物丼、ご飯、うん、5個も入ってんのよ。チャレンジだよね。なるほどね、挑戦、挑戦、チャレンジだね。ゴー、やったよ、チャオチャオ。じゃあいただきます。もうね、ご自分の入ってるからね、お好み焼きのみ。いや、まあ、もうそうぜ、もう麺の意味があんまないっていうのも、まあ、隠してますね、今のやつ。ポテチはポテチ、うん、湿気るから熱で湿気てくのよ。なるほどなるほど。ソースマヨ丼、まあまずくはない。食べ応えすごいよ。米いらないね。ポテチの意味もないけど、やっぱ丼って米にあってなんぼだから、まあ思ってればまずくないけど、奇跡は起きなかったね。もうちょっとどういうのができたかな。ダスキの点数いきましょうか。頼む、せーの、 4! 何 5! いくつ4 9? 俺は8。よしよしよしよっしゃ
前も接戦だったから、いやもう唯一だから腹減った時のボリューム感がいいかなと思ってそこボリューム感はすごい、いやお前がデブなんだけど、パピポじゃあ罰ゲーム、うーわせーの、うわー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 24時間生活したいと思います。よかった。